こんにちは、りょうです。それでは今日も元気をお金の勉強をしていきましょう。今日のテーマはこれですね。会社員は知らない。自由を目指す人が付き合うべき銀行について解説。こういうテーマで話をしていきたいと思います。質問いただきました。こんにちは。いつもためになる動画をありがとうございます。学長の動画に触発されて副業にチャレンジすることにしました。会社員生活を続けるだけだと明るい未来がイメージできなかったからです。まずはローリスクで副業から始めて、いずれ独立し、法人化したいと思っています。 税金の申告などのことも考えると、副業の売上や経費に関しては、事業専用の銀行口座を使った方がいいですよね。そこで質問なのですが、おすすめの銀行とかはあるのでしょうかぜひ教えていただけると嬉しいです。と。こういう質問いただきましたのでね、結論から話したいと思います。ご質問の通り、スモールビジネスとはいえ、事業は事業です。事業専用の銀行口座は絶対にあった方がいいです。<laughs> というか、専用口座がないと、まともにお金の管理ができないんですよ。この動画では、 例えば会社を辞めてフリーランスとして独立したい人。会社を辞めて飲食店などの実店舗を立ち上げたい人。会社を辞めて自分の会社を作って大きく育てていきたい人。会社を辞めて不動産経営で食べていきたい人。こういった人たちに向けて付き合うべき銀行について解説します。ずっと会社員をやるつもりだから私には関係ないや。こう思った人もぜひ最後まで見てください。何があるかわからないのが今の世の中ですから。 もし、今の勤務先から理不尽な目に合わされて、もうこんな会社辞めてやるなんてね、ことになった時に、今回の動画で得た知識がきっと役に立つはずです。また特に、会社員との兼業王や、不動産投資家になりたい人にとってはめちゃくちゃ使える情報です。動画の最後に僕のお付き合いなる金融機関も公開します。というわけでね、本題に入りましょう。結論から言います。皆さんが付き合うべき銀行とはどこかっていうと、信用金庫です。いわゆる信金ですね。 え信用金庫何それっていう人もいるんじゃないでしょうか。皆さんがビジネスをやるときに力強いパートナーになってくれる可能性が高い銀行は、皆さんが住んでいるエリアにある信用金庫です。こういうセリフを聞いたことはないでしょうか。銀行は晴れの日に傘を貸し、雨の日に傘を奪うっていう。要するに、銀行は業績がいいときにお金を貸してくれて、業績が悪くなるとお金を貸してくれなくなる。回収しに来るってことですね。 自分でビジネスをやっている人なら誰もが痛感している残酷な現実だと思います。事業主にとって資金っていうのはヒットポイントなんですね。HP、体力と。事業主にとって一番の恐怖はお金が尽きることです。HP がゼロになったらゲームオーバーですからね。あともう少しで不景気を乗り切れるとか、あともう少しで事業が軌道に乗るとか、たとえこういう状況だとしても、普通の銀行は雨の日には傘、お金を貸してくれません。それどころか、その銀行に預けてある会社や個人の預金を凍結したり、 現在融資しているお金を引き上げにかかったりします。貸し剥がしですね。その一方で、他の銀行より親身に相談に乗ってくれる可能性が高いのが信用金庫なんですね。さて、そもそも銀行にどんな種類があるか皆さんは知ってますか皆さん間違いなくご存知なのがメガバンクですよね。三井住友フィナンシャルグループ、三菱 UFJ フィナンシャルグループ、水穂フィナンシャルグループ。この三つどれも聞いたことがないという人はあんまいないですよね。全国に支店があるし、設置されている ATM の数も段違いですよね。 ところが皆さんがフリーランスとして独立したり会社を作った時に皆さんのビジネスの相談に乗ってくれることとかお金を貸してくれること、融資してくれることはこのメガバンクに関してはまずありません。なぜならメガバンクの相手は大企業だけだからですね。彼らは何十億何百億っていう規模感で仕事をやってるんで、個人経営のビジネスとか中小企業のビジネスなんて絶対に相手にしないんですね。創業融資とか事業運営資金の融資なんて絶対にしてもらえないと。 そもそも設立したての会社では、法人口座を作ることすらなかなかさせてもらえません。融資してもらえることもありえないし、ましてや担当者が事業の相談に乗ってくれることなんてないんですね。皆さんの給与口座がメガバンクの口座だとして、その口座に毎月コツコツとお金を貯めていたとしても、その実績が評価されることはないんですね。だから、メガバンクは皆さんが事業用の口座としてお付き合いする銀行ではないんですね。これがメガバンクの特徴と。じゃあ、メガバンクではなくて地方銀行ならどうなのかと。 地方銀行っていうのは、例えば千葉銀行、静岡銀行、京都銀行、広島銀行とかね、各都道府県に本店を置いて、そのエリアで活動している銀行です。実は、駆け出しのフリーランスや中小企業にとっては、地方銀行もお付き合いするには、やや格上の存在なんですね。もちろん、メガバンクよりはかなり敷居は低いんですけど、よほど個人資産を持っているフリーランスとか、有料な中小企業じゃなかったら、門前払いされるのがオチです。 まず希望通りの融資を受けられることはありません。駆け出しフリーランスが地銀とお付き合いするのは事業がもう少し成長してからですね。そこで登場するのが信用金庫なんですよ。メガバンクや地方銀行との一番の違いは誰のための金融機関かっていう点なんですね。メガバンクや地方銀行っていうのは株式会社です。つまり株主の利益が最優先されるってことです。一方で信用金庫っていうのは地域発展のために設立された相互扶助の非営利組織なんですね。 株式会社ではないんですよ。つまり、株主のためではなくて、地域社会の利益のために活動する組織です。信用金庫雨の日にも傘を貸してくれる銀行って言われることもあるんですけど、その理由は彼らの目的が株主優先ではなく地域優先だからです。信用金庫っていうのは、お金の貸し出しは中小企業と個人に限定されて大企業には貸せない。営業地域が限定されており、地域内で資金を循環させている。こういう地元ラブな金融機関なんですね。 というわけで具体的に信用金庫と付き合うメリットをね、順番に解説していきたいと思います。信用金庫と付き合う4つのメリット。考えてみてください、皆さん。もし皆さんが会社員でいるうちに信用金庫で預金口座の開設をして、副業の売上の入金、経費の支払いをその口座内であったり、本業の給料から毎月5万円コツコツ貯金を続けたりすると一体どんなメリットがあるのかこの通りです。一つ目、創業支援、事業資金の融資が受けられる。 二つ目、貸ししぶり、貸しはがしをしない。三つ目、ビジネスマッチングをしてもらえる。四つ目、信用が蓄積していく。順番にね、見ていきましょう。まずメリット1、創業支援、事業資金の融資が受けられるってことについてですね。ビジネスで最も重要なキャッシュの提供源になってくれるってことです。銀行はとにかく一元さんを嫌うんですね。ある日突然、脱サラして独立しましたお金貸してくださいこんな人が窓口やってきても絶対に相手にしません。欲しい不動産があるんです。融資してくださいって書いてね。 突然言われても、どこの馬の骨とも分からん奴にお金貸せないですよね。メガバンとか地方銀行ならもう100%門前払いです。信用金庫はもう少し優しく丁寧に対応してもらえると思うんですけど、まあ、それでも一元さんは警戒されるんですね。だから、銀行の正しい扉の開け方は、すでにその銀行と取引のある事業主に紹介してもらうことです。できればすでに事業融資を受けてる方がいいですね。もちろん税理士さんとかでもいいです。とはいえ、学長そんな知り合いませんよっていう人が多いと思うんで、先ほど言ったように、 会社員でいるうちに信用金庫で預金口座の解説をして、副業の売上入金、経費の支払いをその口座内でやったり、本業の給料から毎月5万円コツコツ貯金を続けたりすると、すでに取引実績がある状態で信用金庫に行けるわけですよね。副業でどれだけ稼いでどれだけ経費が出てるかわかると。毎月コツコツお金を貯めた実績がわかる。こういう状態ですね。取引実績が増えてきたら立派なお得意様ですから。 で、メガバンクや地方銀行にとってはもうカスとかゴミのお客さんでも、信用金庫にとっては大事なお客になり得ます。メガバンで口座開設してコツコツ5万円貯金ってやってても、誰も相手にしてくれません。一方、どんな小さな会社個人にも優しくしてくれるのが信用金庫なんですね。創業時にも頼もしいパートナーになってくれる可能性が高いです。ちなみに意外かもしれないんですけど、家賃数千万円、資産数億円を超える不動産を持つメガ大屋のメインバンク、意外と信用金庫だったりするケースも多いんですね。 メリット二つ目、貸し絞しり、貸し剥がしをしない。先ほど解説した通り、信用金庫は株主、利益第一主義の株式会社ではありません。雨の日に傘を貸してくれる銀行は、政府系の銀行を除いて信用金庫しかないですね。地域繁栄のために作られた非営利目的の金融機関なんで、地域の活性化につながるビジネスは絞らずに応援してくれるし、業績が悪化した時にも貸し剥がしをするようなことはありません。メリットんがビジネスマッチングをしてもらえると。 信用金庫は地元密着型の金融機関なんで、地元に強力な人脈、ネットワークを持っています。税理士を紹介してくれたり、オフィスや店舗物件一緒に探してくれたり、有料な公務店を紹介してくれたり、不動産投資では助かりますよね。まあ、とにかく顔が広いんですねで。紹介っていうのはビジネスでは本当に強力なツールで、紹介する側、された側、どちらも仲介者の顔に泥を塗らないように気をつけるんで、安心して取引をすることができます。親金との関係を強化することで、そのネットワークを使わせてもらえるのは大きなメリットですね。 ただし、その金融機関の担当者によっては変こなマッチングをさせる人も多いんでね。この辺は注意してください。紹介されたから全部うまくいくとか、そういうことではないですからね。そこは冷静に判断しましょうと。それからメリット4、信用が蓄積していくと。会社員をやっている皆さんには今、クレジットカードが作れたり、賃貸マンション、アパートを契約できたり、住宅ローンが組めたり、そういう社会的信用ありますよね。ここで残酷な現実を突きつけるんですが、社会的信用があるのは、皆さんではなくって、 皆さんの会社です。皆さん個人が信用されているわけではないんですね。その証拠に、もし皆さんが会社を辞めてしまったら、クレジットカードは作れなくなるし、家は借りられなくなるし、住宅ローンも組めなくなります。何々という会社に勤務していたことのある人だから、個人としても信用できるだろう。こう考えてくれる金融機関、不動産業者はいません。会社で売っている商品も、会社の看板があるから売れるわけで、皆さんが個人で売りに行っても売れません。 俺は個人で買ってもらえるんだって言うんだったら、それはもう単純にすごいです。自信持っていいです。サラリーマン、会社員っていうのは、成果は会社に帰属するし、社会的信用は会社のものっていう感じで、成果や信用っていう資産が個人に蓄積されない仕組みになってるんですね。でも、もし信用金庫に皆さんが口座を持っていて、長年その口座にコツコツと積み立てを続けていくと、信用金庫はこの人は真面目で信用できるって評価します。毎月5万円貯金するっていうのは計画性のある真面目な人にしか無理なんですよ。 SNS を見るとやばい貯金額の人いっぱいいますけど、独立起業時に100万円の自己資本が用意できている人は銀行から見ると優秀なレベルなんですねで。そういう個人の信用があるからこそ、会社を辞めた後に創業資金とか事業資金を融資してくれたり、新金カードのようなクレカを作ってくれたり、物件探しを手伝ってくれたり、取引先を紹介してくれたり、そうやって親身に相談に乗ってくれるわけですね。サラリーマンをやってる人がいい物件を見つけて、不動産投資をやる際にも協力してくれる可能性が出てくるってわけです。 ちなみにメガバンクに1000万円貯金があっても、あ、そう、ふーんっていう、そういうレベルの扱いなんですけど、信用金庫によっては1000万円も貯金があればお得意様になり得ます。応接室に通してもらえる乗客です。もちろんどこの信用金庫かとかどこの支店かとかそういうことにもよるんですけどね。皆さんがコツコツ気づいていく信用は家族や子供にも及びます。皆さんの子供が独立起業したりするときに、何々さんのご子息かっていう感じで、すでにある程度の信用があるところからスタートできるんですね。 こうやって地元で食べていける基盤ができていくわけですね。さて、ここからはメリットだけではなくって信用金庫のデメリットもね、紹介していきましょう。信用金庫のデメリットは大きく2つです。1つ目、高コスト、借り入れ金利、手数料が高い。2つ目、利便性が悪い。順番に説明します。デメリット1、高コスト、借り入れ金利、手数料が高いんですね。メガバンクや地方銀行なら1%ぐらいで借りられるのに、 信用金庫だと2%から2.5%とかかかるっていうのはもうザラなんですね。メガバンクや地方銀行より資金力がない、貸し出す相手の属性があんまり良くないっていう背景があるんで、もうこれしょうがないんですよね。とはいえ、取引実績が増えてきて信用が高くなってくると、メガバンクとか地方銀行並みの金利で借りることも可能になってきます。金利だけじゃなくって他行への振り込み手数料とかも高い傾向にあるんですね。振り込み1件につき数百円のコスト差なんですけど、 もも積もれば山ととななななるるるんでね、気になる人は気にに人は思いますで。デメリット二つ目は利便性が悪いんですね。ネットバンキングのシステムとかも使い勝手が結構悪くって操作性に難があるんですね。ATM の設置場所も少なめで、メガバンのネットバンキング ATM に慣れていると不便に感じると思います。この点僕のおすすめは一つ目、売上げの入金口座を信用金庫にして、 二つ目、経費の支払い口座を楽天銀行などのネットバンクにすることです。年に数回、新金の口座からネットバンク1番から2番の方にお金を移して、あとはネットバンクから支払い処理をやれば OK と。システムも使いやすいですね、ネットバンキング。振込手数料も最安ですから。もちろん、ネットバンクとの二刀流は、新金の担当者さんには若干ね、嫌な顔されると思います。振込手数料とかシステム利用料は重要な収益源ですからね、銀行にとって。 振込手数料を節約し利便性を重視するのか、それとも新金とのお付き合いを重視して、新金の口座に振込とか支払い全部集約するのかは、これは皆さんの経営者としての判断に任せます。ちなみに僕が皆さんの立場だったら利便性の方を重視しますね。支払い処理をネットバンクからやってるからって言って、融資をしてもらえないとか、冷たい対応されるとか、そういうことはないと思いますんで、そこはご安心ください。事業がうまくいっているかどうかはちゃんと決算書をね、見せればわかりますからね。 で、補足として、金融機関からのお願いについてと。信用金庫に限らず、金融機関とお付き合いをすると、例えばね、ぼったくりのなんですけど、投資信託を買ってほしいとか、特にメリットのないクレジットカードを作ってほしいとか、定期預金を組んでほしいとか、イベントに出店してほしい投稿のみにお付き合いまとめてほしいって、もういろんなお願いが来るんですね。そこは自分で判断してください。で、僕自身はお願いされる中でも、預金残高を増やすことと、毎年利益を出すこと、綺麗な決算書ですね。それ以外は特に何もやってませんでした。 あとはたまに事業主の紹介友達とか紹介したりしてるぐらいですね。皆さんが金融機関に求めるのはあくまでお金を借りることですからね。その借りたお金で潤沢なキャッシュを持った状態にしておいて、会社が潰れにくい状態にしたり、ここぞっていう有料な投資先に投資することですね。ここで言う投資っていうのは事業拡大とか売上アップのための投資のことです。例えば、背取りで確実に利益が出る商品を仕入れれるとかね。でも手元に100万円しかないんだで。1000万円仕入れ,れることができれば利益もっと上げれるのに、 こういう時に銀行融資を受けて仕入れに使えば効率がいいですよね。当然、事業用に借りたお金を株式投資に使ったらダメですよ。不動産を買う時にはちゃんとね、不動産用の融資を受けるわけですから。ということでまとめいきましょう。今からできる準備をすることが人生の突破口になるよと。というわけで自由になりたい人が付き合うべき銀行について解説しました。答えはメガバンクでもなく、地方銀行でもなく、信用金庫ですね。信用金庫の特徴は何かっていうと、株主利益第一主義の株式会社ではないと。 地域発展を目的とした非営利の金融機関。中小企業や個人だけしか相手にしないというところです。まさにこれから自力で食べていこうという人のための銀行ですね。信用金庫を活用するメリットは大きく4つです。1つ目、創業支援、事業資金の融資が受けられる。2つ目、貸し渋り、貸し剥がしをしない。3つ目、ビジネスマッチングをしてもらえる。4つ目、信用が蓄積していく。いずれも駆け出しの事業者にとってはメガバンク、地方銀行には期待できないことですね。信用金庫には金利や手数料が高い、 それから利便性が悪いって言ったデメリットもあります。ただ、それをそもそも打ち消すだけのメリットがあるし、金利はそのうち下げていくこともできるし、ネットバンクとの併用でデメリットを消すこともできます。やり方次第ってことですね。で会社員でいる間に地元の信用金庫で副業用の事業講座、企業用の貯金講座、不動産投資用の貯金講座、こういった講座を開設してお金を貯めていくっていうのはかなりありな選択肢だと思います。そうやって資金をしっかりと準備して、自分個人に社会的信用を貯めていく。 そして独立したら業績を伸ばしていって、地銀なども含めてお付き合いする金融機関を増やしていく。それが鉄板コースかなって思います。政府系の金融機関プラス新金プラス地銀オアメガバンっていう婦人が一つの将来像ですね。で、もし将来フリーランスとして独立したい、将来起業して会社を作りたい、将来不動産投資をやりたい、そして会社に縛られない自由を手に入れたいって考えてる人がいたら、まずは地元の新金とのお付き合いを始めることをお勧めします。いつかやっててよかったって思うはずです。 ちなみに僕がどんな金融機関とお付き合いがあるかっていうと、現在はネットバンクのみなんですね。理由はもうお金を借りる必要がないからです。キャッシュが大量にいるような商売もやらないし、不動産もこれ以上買う気はないし、そもそもキャッシュに困ってないと。と理屈上はよほど大きな投資を失敗してこけない限りはキャッシュが枯渇することはない。だから、お金を借りて余分な金利を支払う必要がないんですね。使い勝手が一番いいのはネットバンクなんで、ネットバンクのみで十分と。 振込手数料は安いし、オンラインバンキングも使いやすいし、お願いにも銀行が来ないんでね、時間を使わなくて済むと。で通常は経営状態が良くっても銀行とは付き合っておいた方がいいって言われます。経営者は何があるかわからないんで、余裕があるうちに銀行から借りて、キャッシュリッチな状態を作っておいた方がいいって言われるんですね。それでも、僕自身20年以上経営してきて今後融資は必要ないって判断しました。ネットビジネスっていう商売の特徴もありますけどね。 例えばこれが大きな工場とか機械が必要な商売ならこれは借りざるを得ない。僕は銀行からの訪問とかお付き合いに使う時間とか判断回数を減らしておきたかったんですね。カードが増えたり通帳が増えたり、決算書の銀行口座や仕分けが増えるのが結構嫌だったんです。で、それにお金を借りて無理に拡大する商売よりも手元のキャッシュでね、堅実にできる範囲で拡大していくっていう方が僕は好きなんでね。もちろん以前はいろんな銀行とお付き合いしてました。例えば同じ地銀でも格好ね、特徴が違うんですね。 現実世界の二股三股はダメなんですけど、銀行のお付き合いは常に三股ぐらいかけておいた方がいいんですね。銀行って横並び意識がすごく強いんで、あの銀行が5000万出すならうちは7000万出しますとか、投稿は同じ5000万なんですけど金利を引き下げますとか、いやいやうちは返済期間を長くいたしますとか、遠ざかしこしの枠作ります、いつでも3000万まで自由にお使いいただけますとか、こういう感じで何も言わなくってもね、毎年勝手に競って下げていってくれるからですね。 一つの銀行としかお付き合いしてないと、あざという時も多いんですよね。これはもう商売なんでしょうがないんですけど、やっぱり不利な条件を突きつけられてしまったりとかね。それでも長くお付き合いする中で、銀行から有意されたお金を使う機会があまりなかったんですね。なんで現在はネットバンクのみと。解約する時に結構引き止められたんですけど、今までのお付き合いの感謝を持ちつつね、お別れしました。もちろん企業当初は一つの金融機関からで十分だと思います。 特に今後不動産投資を考えてる人は銀行との付き合いは避けて通れなくなるんですね。今のうちから付き合い方は学んでおくといいと思います。そもそも論なんですけど、今後不動産投資は一切するつもりがないとかね。特にお金がかかる商売をするつもりはもうないんだとか。それならもう無理に親金含めて付き合う必要ないです。ネットバンクのみで十分ですね。これが一番使いやすいですから。一方で、将来は不動産投資を考えてるよとか、事業用のキャッシュに余裕は持たせておきたいとかね。 こういう人は今から金融機関と付き合っていくと非常にいいと思います。1日2日で信頼関係ってできないんで、で銀行と付き合うことで自社の決算書も意識するようになるんで自分自身の勉強にもなりますしね。で、話は戻ってこういう銀行との付き合い方を学んでちゃんと準備をしている人と勢いに任せて無計画に衝動的に会社を辞めて独立する人、どちらの生存率が高いか、これは言うまでもないですよね。こういう準備をコツコツ丁寧にやっていくことが愚痴にまみれた辛い人生から脱出する突破口になります。 ということで、以上参考になれば嬉しいです。今日が人生で一番若い日です。こういう知識を知ってるか知らないかで取れる手段変わってきますよね。大切なのは、まずは数あるツール、道具を知って、自分の目的に向かって最適な方法を取ることです。個人に信用がたまるっていうところも結構ポイントなんですね。これは銀行の付き合いに限らず、会社員の方が今後会社以外でも生きていけるようになるための大事なキーワードなんですね。 ということで、これからもしっかり学んで行動して、自由な道歩んでいきましょう。終わりたいと思います。今日もありがとうございました。気をつけていってらっしゃい。